無純師範像乱形、道高像、大東国史像鎮饒、または頂き像は、前僧の肖像画、または肖像彫刻のこと。鎮饒は、時義的に、転じて、死や、祖師の顔姿も尊いとの考えからその肖像を表す用語となった。鎮饒の語は、北宋末から南宋時代の文献に参見され、これが日本にも伝わったと考えられる。 前宗では、言葉や仏典によらず、人と人との交流の中で、直感的に悟りに至ることを重視しており、師匠の人格そのものが仏法として尊ばれ、弟子は、師との厳しい精神的な修練を通じて、悟りに至ると考えられた。そして、師の僧が、弟子の僧侶に対して、法を正しく継いだことを示す、因果上の一部として、持参の肖像を与え、 弟子はそれをしそのものとして崇め、大切にしたことから、前週の普及とともに多く描かれた。沈葬が制作された、もう一つの大きな目的は、葬礼などの儀式に使用するためである。宋時代の神議の規定では、皇葬の葬儀にはその肖像画をかけることになっていた。また、解散の期日に行われる、解散期や歴代即期などと呼ばれる儀式では、 解散の画像や歴代素子像を報道にかけることも行われた。真葬は本来画像であったが、やがて彫像としても表すようになる。彫刻の場合、全員の解散となった構想を忍ぶため、弟子時の僧侶が作らせたものである。そのためその寺にとっては、本尊と同様に重要であり、本堂に安置されるか、解散堂というその像を置くための特別な御堂が作られた。 絵画にしろ、彫刻にしろ、鎮装は前装にとって死の原神そのものであり、思想の、そのため描き手はまず造子と向き合い、その顔を小さな紙にデッサンする。この下絵を紙形と言い,い、この紙形制作が鎮装を作る上で最も重要で、一枚だけでなく数枚、時には十枚以上描かれることもあった。そして、 造主がその中から一番気に入ったものを選び、それに基づき本画が制作される。なお、素材は絹を用いることが多い。沈装の形式は、全身座像が最も多く、発っをかけた極力に毛差をつけ包囲を垂らして座す。手には疾病や保酢を持ち、足元には靴床とその上に靴が描かれるのが一般的である。彫刻の場合も、 真相画に習って、方位の裾を長く垂らして座る、全身像で表されるが、衣に包まれたタイプはやや形式的に単純に、表し、写実は綿棒に集中する表現法が確立している。一方、画像では、腰から上だけを描き、同位と袈裟を着て手を胸前で合わせる、半身像や、円の中に描かれる絵に合図、座禅中の足の疲れを取りすい間を払うため、 立って静かに歩行しながらを落ち着かせる所作をしている。金品図、屋外に座る姿を描いた作例なども見られる。これらは単独で制作されたものであるが、複数の人相を人揃いのセットとして制作した、列祖像という形式もある。特に、鎌倉時代から南北朝時代にかけては、有品が作られ、多くは国宝や重要文化財に指定されている。他多数。 ありがとうございます。